ビットコインの暴騰暴落とはと題してお伝えします。今まで株式をやっていた人でもビットコインや仮想通貨に入ってくると、最初はその変動率の大きさ、ボラティリティの大きさに驚きますね。そこで株式とまずは比べてみたいと思います。株式市場では 5% の変動、 5% 下げるということは日常的にあることですね。それでも元本保証、銀行で 0.1%、0.01% の預金をしている人にとっては 5% 自分の資産が目減りするということは耐えられないことであったりするわけですけども、株式市場では 5% 相場が下がるといったことは日常的にあるわけです。そして 10% は調整という意味合いがあります。 10% ぐらいですとまだこれから、状況によっては戻すかもしれない、またはこれからもっと下げるのか、ちょっと様子を見るというあたりが 10% から 15% ぐらいですね。そして 20% 下げた場合、これはもうベアマーケット、暴落というふうに考えられます。そしてその後も大きく下げていくんではないかということで対処をすることになります。これを例えば世界株平均の MSCI ワールドというインデックス指標で見てみたいと思います。2008年のリーマンショックのあと、2009年の3月に一旦株式市場は底をつけます。そしてこの後何度かこういった谷がありますね。いずれも今までの10年間で調整の範囲を超えないんですね。 20% は超えていません。それではこの2015年の谷を拡大して見てみましょう。2015年、この間7月13日から9月21日の間に 14.65% 下がっています。ここまで大きな谷であっても 15% 未満なんですね。そしてその後も株式は順調に上がっていると。で、2009年のこの3月から見れば今までずっと順調に上がっているということですね。それでも2015年のこの時、これはもう大天井なんじゃないかと、ここから下げるんじゃないかと言われていたわけです。それがその後またさらに2年以上上げ続けています、どこかでまた下げるタイミング、そして 20% 以上の暴落というタイミングがあるのかもしれません。ちなみに2008年、ちょっとここからは切れていますが、2007年のピークからすると株式市場はここでは半分になっています。 50% 下げています。そこからこの9年間で 277% 上げていますから、年平均 30% 以上、投資をしていたら年平均 30% というのはかなりいい数字ですね。株式市場の場合はこのような状態になっています。そしてビットコイン市場ではどうかと言いますと、だいたい株式市場の3倍を見とけばいいんじゃないかと思います。株式市場では 5% 下げても、それは普通のことである。ビットコイン市場の場合には 15% を下げるということは日常です。しかもそれが1日の間にそれだけの変動幅があります。さらに 30%、 これは調整範囲と考えてもいいんではないかと思います。株式市場では 10% が調整ですね。その3倍の 30%、 全てを3倍にするとすると、株式市場では 20% が暴落の目安だとすると、ビットコイン市場では 60% 下げたら暴落なのではないかとこのように考えているんですけども、 60% 下げたことは今のところ今年になってからはまだありません。それではビットコインのチャートを見てみましょう。2017年の頭からの1年間のチャートです。こうして見てくるとですね、今ここに随分桁が上がっていますから、それこそ1月や3月の変動幅が小さく見えますが、これも実はですね、1月3月もここでは 30% 変動しています。1月にも 30% 落ちました。しかもビットコインの場合にはほんの短い期間、1週間または数日の間に 30% っていうのを下げます。3月にも 30%、 そして6月にも 30% 下げがありました。そしてこちら9月、9月はなんと 40% の下げがありました。この時は中国でエクスチェンジが禁止されると、 ICO も禁止されるということが大きなニュースになって 40% 下げました。ところがまたこれがすぐにこのように上がっていくんですね。そして先日はビットコインキャッシュの騒動でやはり 30%、 7500から5500に一気に下げましたが、これがまたこれ1日足ですから、わずか 4日で7800までまた戻しているわけです。しかもこのように見てくると変動の幅の上がり方がどんどん上がってきています。ちょっとこれも上がりすぎじゃないかなという感じはしてるんですが、このようにビットコインでは2017年だけでも 30% 以上の下げというのはもう5回
40% という下げもありました。まあ、それでも全体としてはまだまだ上昇の過程の最中にあるようにも見えます。まあ、この後どうなるかというのはもちろん分かりません。そしてこれがビットコインと仮想通貨を一つにすることもまたできないんではないかと思います。この間のビットコインキャッシュで言えば、この時はもうほんの数日で倍になったりしてますし、そしてそもそもアルトコインですね。アルトコインは今年ライトコインやイーサリウム、まあ今現在は安定しているというイーサリウムでも、こちら年初から見れば40倍などとなってますね。ライトコインでも20倍などとなってます。ということで、仮想通貨市場に新たに参入した人にとってはこの変動幅というのが驚きかもしれませんけれど、この数字を基準に持っておくとなんとなく分かるのではないかと思います。 15% は普通、 30% は調整、もしかして6割下げたら暴落の兆しかもしれないということですね。これからビットコイン市場に参入されるという方は、今現在このビデオを撮っている時点では7600、700、800といったところですけれども、過去最高値を更新しているところです。どの時点で入ったとしても、そこから一体ビットコインがいくら下げても自分は許容できるのか、それは考えておく必要があると思います。 40%、50% 下げるということは十分にビットコインの場合はありえます。またまだまだ小さい市場ですし、これからいろんな機関投資家が入ってくる、ビットコインの先物が上場する、 ETF が上場するといったいろんなイベントも控えてますから、またビットコイン仮想通貨市場にもまだまだクリアしなければならない問題がたくさんありますから、大きな下げというのが今後ある可能性は十分にあります。その辺を踏まえて投資をされたらいいのではないかと思います。ということで、それではまた。